なんかバラ飛び寄るバラ。え、綺麗なんか。魂抜かれおらん大丈夫？皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年7月30日、木曜日の午後1時58分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。では、本日も楽しい一日になりますように。久々のお知らせ。久々じゃないか？昨日もか？若干ね、花をすっきりさせた。まだまだ途中やけど。もしもし、こちら、たぬき商店のまめきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、1836ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。でももうすでに早速ここに1本できとんよね。早っ。お、いろいろと。ライオネル、センスはライナ君へ。君には本当に驚かされるよ。この前くれたバースデープレゼント、まさに僕が欲しかったものなんだ。勘がいい君のことだから、もう僕の気持ちにも気づいてるかもね。これを送るから受け取ってよ。ご機嫌のライオネルより。何くれたんやろう。そして任天堂。アユノさんへ。この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。そう、今日のアップデートから、まあ、また色々とね、変わるっぽくって、何よりでかいのがこれよね。ゆめみさん。ひとときの夢に癒されてみませんか？島の暮らしの日常を離れて、たまには気分転換に素敵な夢はいかがかしら。お家のベッドでお休みいただければ、あなたがお望みの夢をご用意させていただきますわ。夢見より。自分家のベッドでいいんや。へぇー。じゃあ今までただの家具やったのがちゃんと使えるようになるってことか。まずこれがライオネルからのプレゼント。何マタンプシって。聞いたことないんやけど。なにこれ、なんかいいね。なんか可愛い。でももうちょっと丸かったらもっと可愛いんかな。どうやろう。わからん。これはこれで可愛いけど。なんか、下から髪の毛で撮る方がいいかな。ね。そして、これが任天堂からのプレゼント。花火大会の壁、やったね。そう、8月に入ったら、なんか今回のこのアップデートで、8月に入ったら毎週日曜日に花火大会があるかなんかって言ったよね。そして、ゆめみさん。ゆめみのベッド。え、このベッドじゃないと見れんってことか、ゆめ。こんな感じ。じゃーん。飛び盛りの頃のさ、ゆめみの館のベッドがどんな感じかを忘れたけん、なんとも言えんねえけど、こんな感じやった？しょ。はっ。ほっ。こんな感じやったっけ、ベッド。覚えていない。覚えていない。まあ、とりあえず設置してみよっか。2階にしよっかな。2階のこのベッド変えてみよっか。雰囲気的にはそんな感じじゃない？違うかな。ちっさ。なんか急激にちっさくなってしまった、ベッド。ごめんね、お父さん。ごめんね、お父さん。ベッドが小さくなったわ。あ、でもお母さんと二人でのダブルってことやったけん。うわー、なんかスリム違うな。威厳がなくなった気がする。まあいいや、とりあえず。これで。おぉ。このまま眠りにつこうかな。眠ります、じゃあ。あ、で、パジャマでもなくなったって言ったよね、なんか。このまんまの格好でいけるって。おー、来た。めちゃくちゃ幻想的。ドレス着てきてよかった。ようこそお越しくださいました。どこ？お。なんかこのさ、地面の反射すごくない？あなたは、アイナ島のアイナ様ですわね。どうしてわかるの？私、どこかの夢の中であなたとお会いしたことがありますのよ。申し遅れましたが、私は夢見。飛び盛りの世界はすべて夢だったのか。この場所で皆様を夢へと誘うためのお手伝いをしておりますの。どういうこと？夢って何？夢と言いますのは、ここではないどこかの島に暮らす誰かの記憶を写し取ったものでして、インターネットを使って取り寄せた夢の中に皆様をお連れするのが私のお仕事ですの。インターネットを使ってって言われたら急激に近代的な感じ。
ひとたび夢の中に入れば、その中をまるで現実のように散歩したり観光したりできますのよ。もし興味が終わりでしたら、好きな時にここへ来て夢を見たいと思わせてくださいね。ってかあれないね。じゃあ今回は夢の中にしか夢見さんが出てこんねやね。それから私、素敵な島の夢を世界中から集めておりますの。まあバクやけん、それでもおかしくないか。あなたが暮らすアイナ島の夢もこちらでお預かりすれば、世界中の方にお見せすることができますわ。もしご興味がおありでしたら、夢を提供するとお申しくださいね。さて、本日はいかがいたしましょうか。じゃあ提供する、ここはどこ？ここは夢と夢をつなぐ狭間の世界。私は皆さんが良い夢を見られるよう、ここでご案内をしておりますの。あなたに良い夢を見ていただくのはもちろん、あなたが皆さんに良い夢をお見せになるお手伝いもできますのよ。もっと詳しい話をお望みなら、どうぞお聞きくださいな。夢の見せ方、夢を見るって夢の見せ方。かしこまりました。では自分の島の夢を見せることについてご説明させていただきますね。私、世界中の皆様にひとときの夢をお楽しみいただくために、様々な島の夢を集めておりますの。あなたが暮らすアイナ島の夢もこちらに提供いただければ、世界中の方にお見せすることができますわ。提供いただくのは夢ですから、その中で誰が何をしようと、あなたの島に影響はございませんので、ご安心くださいね。それから、夢を提供いただくときには、インターネット通信が必要になりますので、事前のご準備をお願いしますね。あとは、もしあなたが、マイデザインショーケースにご自身の作品を投稿なさっていたら、投稿されているマイデザインを、あなたの夢を訪れた方に、持ち帰ってもらうことができますの。誠一さんは出てこないの？どの作品が持ち帰られるか気になる場合は、事前にマイデザインショーケースをチェックなさってくださいね。ご説明はこんなところでしょうか。もっと詳しい話をお望みなら、どうぞお聞きくださいな。夢を見るって。かしこまりました。では、他の島の夢を見ることについてご説明させていただきますね。ここでは世界中の島の夢を取り寄せて、皆様にご提供しております。お取り寄せした夢の中に入れば、その島を現実と同じようにお散歩したり、見て回ったりできますのよ。夢の中で何をなさろうとも、現実の島やあなたへの影響はございません。自由なひとときをお楽しみいただきますわ。まあ、飛び森の時の夢見と同じような感じってことよね。ただし、一つだけ注意がございまして、夢の中へ手荷物のお持ち込みはできないようになっておりますの。手荷物は夢の中に入るときにお預かりして、目が覚めるときにご返却いたしますので、よろしくお願いいたしますね。それから、夢をお取り寄せるためには、インターネット通信のご準備と、見たい夢の夢番地が必要になりますの。夢番地がなかったら今回はいけんのかな？事前に、見たい夢の夢番地をご準備いただき、インターネット通信可能な場所でお楽しみくださいね。あの、ランダムみたいな。ご説明はこんなところでしょうか。なるほどね。じゃあ、他に何かご用意はございますでしょうか。夢を提供します。ご協力感謝いたしますわ。では、あなたの島を他の方にお見せする前に、こちらをご確認いただけますか。ほう、注意事項ね。オッケーオッケー。まあ、今まで通りはね、名前、パスポート、島全体、家、掲示板、マイデザイン等公開。私は動画で公開してるから全然大丈夫。では続けますね。これからあなたが暮らしていらっしゃるアイナ島の記憶を夢にしてお預かりいたします。夢をお預かりするときにはインターネットを使いますので、あらかじめご準備をお願いしますね。あれかな、またベルとかもらえるんかな。ベルかマイルか。それからもしあなたがマイデザインショーケースにマイデザインを投稿なさっていましたら、投稿されているマイデザインをあなたの夢を訪れた方に持ち帰ってもらうことができますの。どの作品が持ち帰られるか気になる場合は、事前にマイデザインショーケースをチェックなさってくださいね。ご説明は以上となります。では夢をお預かりさせていただきますが、よろしいでしょうか。お願いします。かしこまりました。インターネットに接続いたしますので、少々お待ちくださいませ。ふー、なんかいいね。では、あなたのアイナ島の記憶を夢にしてお預かりいたします。目を閉じて、体の力を抜いて、リラックス。リラックス。なんかバラ飛びよるバラ。え、綺麗、なんか、魂抜かれおらん、大丈夫？ほ。お疲れ様でした。アイナ島の夢を確かにお預かりさせていただきました。
あれ、記憶抜かれるってことなんかな。そうそう、アイナとの夢番地は、お、これが夢番地。この夢番地を他の方にお伝えすれば、その方はアイナ島の夢をお取り寄せできるようになりますのよ。一緒に遊んだお相手から見えるように、あなたのパスポートと島のマップに夢番地を表示する設定になってるんですが、島のマップにも？マジで？あ、それは、ん？どういうこと？遊びに来てもらったらってこと？それは、普通に通信で遊びに来たらってことかな。もしパスポートやマップに夢番地を載せたくない場合は、私におっしゃってくださいね。それと、日々の暮らしによって、アイナ島の姿が変わっても、夢の中の島が変わることはありませんの。ですから、あなたの島が発展した時には、ぜひ夢を更新しに来てくださいな。一日一回まで受け付けていますからね。お伝えすることは以上になります。あなたの夢が、たくさんの人に見てもらえると良いですわね。他は大丈夫。目を覚ましたい。かしこまりました。またいつでもお越しくださいな。ごきげんよう。バイバイ、ゆめみさん。いいね。現実にもいてほしかったけども。よし、これで夢の提供が終了？てか、もらった花火大会の壁どんな感じ？おー、あ、なんかちょっと立体的？ね、若干立体的になってない？え、綺麗！いいね、いいね。雪だね、雪だね。花火大会。ほら、なんか、街の光みたいなも見える。雪。まあ、元に戻すんですけども。よし。あ、で、今回のアップデで、タヌキマイルを使って交換できる、マイル交換の商品もね、増えたらしい。一応増えた景品ね、一個しか言ってなかったけど、どうなんかな。お、鳥が止まっている。花火大会のお知らせ。8月の毎週日曜日は花火大会をやるんだもん。夜の7時から花火が打ち上がるから、ぜひ参加してちょうだいね、たぬきち。久々にたぬきちからのお知らせ。よいしょ。ここで、たぬきマイル交換ね。で、なんか、手持ちの、たぬき開発、ペナントやっけ？何やっけ？なんかそんな感じ。どこですか？あ、下の方かな？たぬき開発関係やけん。あ、これや、これ。これが増えたらしい。500ベルで、たぬき開発の手持ちペナント。これって、誰やっけ誰やっけ、マメキチツブキチが持っとったやつとは違う？あれは緑のやつ持っとったんかな？交換しまーす、一応。オッケー、オッケー。他なんかあれかな？ベルの方とかは何もない？こっちは？あ、これ一緒か。なんか増えた？スクエアラグ。前に増えとったってことかな？うちは、別に他はって感じやね。ソックスとかあったっけ？なんか見てないうちに色々と増えてるような気がするな。いや、前からあって知らんかっただけかもしれんけど。さあ、そして、たぬきショッピング。こっちは何も増えてないんかな？七夕のまんまやね。ってことはこっちは大丈夫か。ふんふん。オッケー。早く花火大会。あ、あれやん。ね、あっこに刺さっとるよ。手持ちペナント。なんか、ペン立てに。わざわざ郵送されてくるのね。なに、どうしたの？お、あいな、ちょうどいいとこに。このコルクボード、勢いで2個買っちゃったんだけど、よく考えたら1個でよかったんだよね。コルクボード、ハンナちゃんすでに飾ってないっけ？というわけでプレゼントだ。なんか青いやつ買っとった気がするけど。助けると思ってもらっておくれ。ありがとう。私子供部屋にコルクボード飾っとるけんね。いやー、すまないね。いらなければ他のやつに譲るなり、売るなりしていいからさ、だってね。ありがとう。誰かなんか歌い寄らんかった？気のせい。
やあ、調子はどう、アイナくん。なんか個性的な帽子ありがとうね。今、君のことを考えていたのさ。アイナくんの話ができたらいいなって、まさしく。今日、キャンプ場にも誰か来とるって言ったけん、ちょっと見に行こう。ごきげんよう、アイナさん。よ。話に来てよ。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、よ。ライオネルが歌いよったんや。お魚お魚、出ておいで。僕はここだよーです。かわいい。言ってることがかわいい。なんかかわいい子来てないかなー。お邪魔します。おー、びっくりした。いかつい。でもかわいい。どうも。むー、初めて見た。お、どうも。のー、すごい低い声。ちょいとこの場所を借りて、キャンプ生活を楽しませてもらってるぜ。少しの間だが、よろしくな、たくま。この色味好きかも、すごいなんか、濃い茶色。俺は数々の島でキャンプをしてきたが、こんなに理想的な島は初めてだぜ。思い切ってここに移住するか、たくま。の誰が出て行きたがるんやろ。え、いいのか？確かにそれもいい考えだな。よーし、決めた。俺もこの島に住むぜ。そうと決まれば、善は急げだ。早速この島の案内所に聞きに行くとするか、ダクマ。しかも、いかついのに、ダクマっていう、語尾、かわいい。またしたな。この島の案内所に聞いてきてみたんだが、今この島には俺の家が建てられるほどの場所がないんだってよ。場所はいっぱいあるんだけどな。引っ越しを考えてる奴がいれば、俺が直接そいつに掛け合ってみるんだが、そういう奴いねえか、ダクマ。こんな子に声かけられたらなんか、あ、じゃあ出て行きますってなりそう。いるかも。お、いるのか？そういやさっき案内所でも、アイダホって奴なら俺の話を聞いてくれるかもって言ったな。アイダホはダメだ。小熊がのく代わりに大きい熊来ます？それは困る。そうかい。おめえがそう言うなら今回は諦めるぜ。また機会があったら頼むな、たくま。ごめんね。結構可愛いなとは思ったんだけど。カジロウだったらオーケーしてたよ。よし、あ、違う。メッセージボトル。よし。さあ、今回は？まだお会いしていないあなたへ。天気が良かったのでお散歩してたら、空から何か降りてきたのか、急に DIY のレシピを思いついたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。まずはあなたが作ってみてください。どこかの島のゆめ子より。ゆめ子って？ゾウ？誰だ？バク？バクとかおったっけ？動物？あ、おったような気がするな。木馬持ってる。子供部屋に飾ってる。くそー。ないレシピがよかった。あ、ちなみに今回のこの、アップデートで、あの、岩を叩いた時に出てくる、たまに出てくる金鉱石？金鉱石が出てきたら、あの、ツタンカーメンの被り物？あれの DIY レシピを思いつくようになったらしいよ。あの、つけて走ったら呪いで転ぶっていう、かわいい呪い。あら、アイナさんだふん。おしゃべりしよう。今日みたいな日は昼寝をするのもいいかもしれませんね、だふん。まあ、外雨やもんね。しょうがない。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これでさ、アップデートで夢見の親方、まあ、夢見登録できるようになったけん、こう、人と時間が合わんくっても、その人の島を訪ねるっていうことができるようになったよね。やっぱ、夢見機能はいると思う。